ダメけ？女性がいてもモテさ。なんでダメなの？いやほらちょっと近い。近いぞ。撮ってんの？え？撮ってない。近いぞ。ちょ、何 iPhone 男子？そうだよ。ちょっと iPhone やめて。やめて。アジロに連絡取ってんだろ。ビンゴビンゴ。やりにくいよ。だれだよ。乾杯。乾杯。素敵だろ。確かに。うめ久しぶりだね。久しぶりだね。6月の試合で減量とかってまだない？減量はもうちょっとしたらするよ。今日はまだない。今日はまだない。俺もはい、どうも店長に。俺さ、300円の僕の試合の方に行って。そうだ、11日って何時から？多分夕方6時ぐらいかな。めちゃくちゃやるよ。新宿でやるんだ。そう、新宿フェイス。忘れた。いい、忘れた。私は分かるか、お前の一球で。死にかけてるか。ガチで勝手について。一球3ブロックぐらい。赤なんかね、いっぱい入ってる。ドンキからの、ドンキからの、からの一球。一球、え、わかる？赤いやつ、あのね、ビルの5階に近い。ビルの5階に。え、チャーシュー麺来た。あっちあっちあっち。すげえ。勘違いだよ、一つ一つに休むってか、一球知られんけど。徳屋、徳屋。徳屋の方だよ。徳屋の方。ビルついたら教えて。いただくぞ。いただいちゃって、ちょっと誤解になる。統括の彦摩呂と呼ばれた AJ レポート。ファミマスイーター、ちょっとお願いします。じゃあいつかちょっと一言いただいて。僕だって言ってもちゃんと、ちゃんと一口を計算した量にしてますよ。僕が迎えに行くから。ごめん、あの、しゃもじ、いや、しゃもじじゃないし。なんだっけ、レンゲ、レンゲの上じゃファミマにいますね。どこのファミマ？黄金比率を作るわけ、まず。黄金比率をね。いや、よろしくじゃなくて、待って。ここに小さいラーメンを作るわけです。ファミマにいる？小さいラーメンを作るわけ。あ、ほんと、わかった。食べたら。僕が迎えに行くから。近い近い。うん、じゃね、これ持ってくるんじゃなくて自分が近づいてくる。小倉さん、お願いします。これだね、ちょっと一的に。じゃあ、ちょっと今カメラマンの味野さんのひこまるデリオ。まゆー。これ大丈夫だ。限界。ベンゴベンゴ。セッティみたいなやつ。お、いたーいーす。あっち。あっちか。うん。遠いな。遠いんすよ、ちょっと。でもね。遅くなってか、4人だから無理じゃねえ。詰めれば詰める。いや、席移動するから、食ったら。詰め詰め。乾杯したら移動するから。食べておけって言えば。おい、久々。90キロやった。90キロ。一番多いと97ぐらいだった。あと3キロ。そう、もうちょっとで0.2だった。3桁。乾杯しよう。改めて統括の効果歌って。いやあ、まへーにソフィアか。効果は全然覚えてねえな。効果を覚えてないの？俺が覚えてるのは、サメちゃんのサムライドライブ。あれ効果、あれ効果、あれ効果。実はさ、小倉にこの間言われてさ、
サムライドライブ。お前歌ったらおかしいやんおかしいよ、もう振りでしょっていう振りでしょ、いい感じのが手先です、すいませんだってアジロは昨日体調悪くて、まあ、多分今日は来れないってメール来たの俺に、ね、いや不倫しか聞こえないわちょっと送ったら来てくれたよって直帰、直帰じゃねえ、直行来たから、直行来たから今サメちゃんもサメちゃんも関係ないし、まあ、歌う振りしか覚えないそこ関係ないでしょ、こんな拒否ってね俺らアイアムしてなかった、俺らアイアムしてよ、アイアイアー、その時も歌ったよね、グダグダな感じだった、だった終了したが好きじゃなかったっけ、釣り竿を動かしてなかったっけ、釣り竿とりあえずタコワサ、タコワサ行こう、とりあえずタコワサ理論、一度会ったら友達系のめちゃくちゃ聞こえた、この声でかいな、俺隣で歌ってんのかないい声やってるじゃん、3人ぐらいで歌ってたからラーメンサロンだな、北海道で出てるやつ、北海道ご当地系、エビを見つけられません、この二人、エビがないんですか、ないっすよ、僕が無類のエビ好きだと知ってての失態です、知ってるサラダよね、米時がわからないからパスは、い、何万が来たよ、う、ありがとう、じゃあ今日え、あ、うん、プロデビューおめでとう、乾杯、ありがとう、ありがとうということで、ちょっとみんなから小暮くんに出してプレゼントがあります、まさか、うわーですね、コンセプトはやっぱり裸が似合う格闘家ってやっぱ生身の体で勝負じゃないか、だから裸が似合う男を送れってことであげてください、あーなんかダメだこういうの開けていいですか、どうぞどうぞ、食べ込んじゃないからエビじゃないよねエビ頼むって開けるとこから開けるとこから開けるとこからいただきましたテイク2、何かなぁ、はい、ありがとうございます、パンチュだ、パンチュいただきましたパンチュ風打ってるパンチュ、パンチュ、どんなパンチュかな、わすごい、パンチいただきました、どこのパンチ、これポールスミス、ポールスミスのパンチプリクラ撮ろうよ、ここまっすぐ行ったとこ、あ、気をつけます。プリクラ。あ、それ。プリクラ。林を撮ってみたけど。ちょっと、あれ、タイガーは？タイガー熟成してんのかもしれない。ちょっと入っちゃおう。タイガー。入ろう入ろう。わーい、プリクラ
プリクラ400円。あかねさん選んでください。これだな。何個も選ぶ。似てるんだね、これ。切ってんの？そうだよ。何してんの？プリクラ切ってんだよ。何年ぶり？ 3、4年ぶりに切ってんだよ。何ぶり？お？近いだから基本カメラが近い。近い。切ってるよ、切ってるよ、サメちゃん切ってるよ。鼻毛見えるだろ。え、みんなそっちなの？JR なの。またね。またね。試合で。頑張る。ありがとう。ね、またね。じゃあね。